2泊3日のマイアミ旅行も終わりを迎えようとしてまして、マイアミって結構トラックの音がうるさい、空気が汚れている、排気ガスとかね、船とかって。それで今日リトルハバナに行こうと思ってたけど、電車じゃないわ、バスを2回乗り継がないといけなくって、でそれがめんどくさいのと、あと1日ライドパスをアプリで買えない、外国人にはとても不便なサービスだということで、残念だがマイアミ空港です。今から、今12時7分で、1時55分のフロンティア、ここ初ラガーディア駅に乗ってニューヨークに帰ります。で到着は5時ぐらいです。ちょっと酔ってます。ワインの残りを今紙コップに移し替えてこっそり飲みながらお昼ご飯を食べました。でそれで、それ内緒ですよ、誰にも言わないでくださいね。で今からちょっと酔ってますが、風邪もちょっと引いてます。喉風邪を引いてます。ちょっとぼーっとしながらセキュリティを受けてそれで帰ります。今出発時刻を等に過ぎて2時55分に変更したと、1時間遅れてると言われて、全員飛行機の中に入って席に着いた後、機長がアナウンスをして、それでオプションありますと、外に出てラウンジで、ロビーゲートの前でくつろいでもいいですと。でその際にもし2時55分までに出発が早まってあなたがいなかった場合、もう乗れないということで覚悟しておいてくださいと言われました。でみんな降りたい人は降りてゲートの前で待ってます。フロンティアエアラインは30分以上の遅れが結構あると書いてありました。こういうことがあるから LCC のクオリティなんでしょうね。でおまけにこの Wi-Fi がマイアミ空港の場合シグナルがあるのに強いのに接続がすぐ消えたりして全然使い物にならないです。インスタグラムも使えない。今ウッドサイド駅です。ちょっと電車が遅れ気味で雨のせいだと思いますが、こんな感じでトラックナンバー3から出ます。でペンステーションに着いたら、ニュージャージートランジットに乗り換えて家に向かいます。ラグワーディアの空港を初めて使いましたが、バスを乗り継いで空港にたどり着かないといけないというのが不便だと思います。でバスの Q70 というバスでターミナル B から無料でウッドサイドまで来ました。ウッドサイドが終点なので乗り間違うことはないと思います。でバス降ろされたところから、本当はショートカットができる小道があるんですが、今日はなぜかもう夜だからかわからないですが閉まってました。でようやくここにたどり着いて、なんかアプリで買うと 6.5 ドルなんだけど、窓口のお姉さんに買ったら、窓口のお姉さんのところで買ったらたった5ドルでオフピークでチケットが買えました。とっても便利です。もうすぐ即座にもチケットをもう入れ取られていってしまいました。写真撮らなかったけども、たった5ドル
でした。安くなるから窓口で買った方がいいんじゃない、いつでも空いてれば。